皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめまして、ブルーシップチャンネルのバサオでございます。この番組はサッカーから少し遠ざかっていて、今の代表選手なんか全然わかんないという方とですね、今の国内外のサッカーの情報を共有し、今年の東京オリンピック日本サッカー男子経由することの2022年カタールワールドカップをもっとみんなで楽しんでいこうという番組でございます。本日は昨日に引き続き1月8日から行われる AC 選手権アジア最終予選のゴールキーパーとディフェンダーのお勉強をしていきましょう。まずアンダー23のおさらいから、半年前に行われたコパアメリカの招集メンバーから見ていきましょう。この大会招集メンバーが23名中18名が東京オリンピック世代です。ここからディフェンダーに注目してください。フォーバックなんですが、ここで目を引くのがまず左サイドの杉岡大樹選手、すべて出てます。あとは2戦目3戦目と右サイドで起用されている岩田選手、そして1戦目に右サイドで起用された原選手。ここから3ヶ月後に少し序列が変わります。3ヶ月後のブラジル遠征の招集メンバーがこれです。ちなみに先ほどお話しした岩田智樹選手は怪我のため戦線を離脱していました。そんな中で行われたブラジル戦のスターティングイレブンがこれ。 FC 東京の渡辺選手、エスパルスの辰田優吾選手、鹿島の町田幸樹選手、そしてその1ヶ月後の対コロンビア戦の招集メンバーがこれ。そしてスターティングイレブンがこれ。右に岩田選手、真ん中に立田優吾選手、そして左に板倉選手なんですね。板倉選手は今回招集されていない海外飛び級組なので今回はお話ししませんが、基本的にはボランチの選手です。そして E1 選手権、昨日は韓国代表とのスタメンを紹介したんですけれども、今回は香港戦を見てみましょう。右に渡辺選手、真ん中に田中俊太選手、そして左に古賀太陽選手、この3バックになります。ちなみにブラジル代表とのテストマッチを経験した辰田選手と町田選手は天皇杯の準決勝決勝が残っていたため招集されておりません。となると気になるのが今回招集されている古賀太陽選手と田中俊太選手、彼らはトゥーロン組なんですね。先ほど紹介したコロンビア戦では招集外なんです。次行きましょう。ジャマイカ戦招集メンバーがこちら。スタメン3バック、右から岩田選手、真ん中に岡崎誠選手、岡崎選手もちなみにトゥーロン組です。そして左に瀬古歩夢選手、瀬古選手はアンダー20ワールドカップ組です。そして今回の AFC のメンバーに戻りましょう。ディフェンス、この6名です。森保監督いろんな選手を試してきましたが、現段階でこの6名まで絞られたと。ここに中山選手、冨安選手は必ず入ってくると思います。という状況の中で私はこのメンバーを予想しました。まずゴールキーパーが大迫選手。この大迫選手という理由がですね、大迫選手はコパから飛び級で招集を受けているんですね。この選手はトゥーロン組ではありません。アンダー20ワールドカップ組なんです。つまりワールドカップを飛び越えてコパアメリカに参加してきているんです。あとは自身のクラブチームでレギュラーを獲得しているのが大迫選手しかいないんですね。なので谷選手も今年移籍をしました。なのでそこで活躍をすればもしかしたら形勢逆転はあるんですけれども、1月8日もうすぐですのでこの序列は変わらないと思います。そして3バック、右から渡辺選手、真ん中に辰田選手、左に町田選手。理由としてはですね、町田選手、辰田選手は天皇杯のため招集を見送られたんです。この3枚というのは実はブラジル代表と親善試合をした3枚なんです。はい、一番結果を残している3枚です。ぜひコメント欄に予想をみんなで書いていただけるとさらに AFC を楽しめるのかなと思います。明日はウイングボランチについてお勉強しますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 MC はブルーシップチャンネルのバサオがお送りしました。それではごきげんよう。